ターのサービスセンターすげえな、お客様サービスセンター。あのな、これお前ほんとな、ビクターのサービスセンターの爪の赤を煎じて飲めよって言いたくなりますよ。ビクターのサービスセンターに土曜日、電話かけたんですよ。ね、寂しくて。そんなのダメだよ、寂しくてかけちゃ。しかも寂しくてかける相手が、ビクターのお客様サービスセンターじゃダメだろ。あのね、野球をこうビデオを撮るのに、おかしいよな。もしもし、ビクターサービスセンターです。癒して。おかしいっすね。それ絶対あんな、嫌がらせやんか。野球をビデオでいっぱい撮るのに、ビデオカメラが、もうバカみたいなカメラ台数でもう撮れるつもりですから、僕は。もうすげえ編集しようと思ってますから、もうピッチャー投げた途にマトリックスみたいになるようにしようとしてますから、今の段階で僕では。ケケ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 ケって全部の打席と投球でやりますから。一時間の試合何時間あんだよみたいなのしますから、するつもりですから、ビデオカメラがいっぱい欲しいんですけど、当然自分の僕の持ってるビデオカメラは2台しかないんで、他の奴らにも、メンバーにもビデオカメラ持ってる人持ってきてって言ったら、アンタッチャブル柴田が持ってたんですよ、ビデオカメラを。だけどそれがポツンコで、古い型の上に、その当時のこう、バッテリーの、標準のバッテリーしかついてないから、その何、ビデオカメラがテープ一本分もいかねえんですよ。ポンコツだ。短いから、じゃあバッテリーだけ俺買ってやるって話になったんだけど、型が古いから、なかなかバッテリーないかもしんないじゃないですか。ね、ね。で、電話かけて、で、ビクターサービスセンターです。お客様サービスセンターですけど何かとかって言うから、お宅で出してます、デジタルビデオカメラのバッテリーについてお伺いしたいんですけれども、この辺もうよくできた子ですからね、お伺いしたいんですけれども、なんつってね。そしたら、あ、そうですか、なんつって。型式の方がですね、GR 何十系とかつって、ちょっと古い形のものなんですけれども、今でも、バッテリーっていうのは、そちらの方で製造してますか、あ、そちらは製造しておりますけれども、みたいな話になって、したら、バッテリーって、おいくらぐらいなんですかって聞いたら、一番小さいバッテリーがいくら、二番目のバッテリーがいくら、で、一番長く取れるバッテリーが、いくらで、ちなみに、充電するのにこれぐらい時間がかかって、連続使用の場合はこれぐらいの時間取れますよって話。ただ、じゃあ、その一番大きいやつが買いたいんですけど、サービスセンターに行けばありますかみたいな話したら、あ、お取り寄せすることはできます。じゃあって言おうと思うけれども、おそらく、大型量販店とかで買った方が、定価では売ってないと思うし、しかもポイントバックみたいな制度をやってるところもありますから、こちらで買うんでしたらば、大型店舗に言っていただいた方が、こちらにある以上は、大型店舗がうちから取り寄せて、それでその、持ってきたやつを買うと。で、うちにも今ここに現物がないから、おそらくうちも工場の方に言って、うちに取り寄せる時間がかかりますから、そうすると、タイムラグがおそらくあっても1日ぐらいですから、そちらでお買い求めになる方が、おそらくお客様にとってよろしいのではないでございましょうかと。結婚してくれ。結婚してくれ。俺のバッテリーになってくれ。ねえ、俺のテレシネコンバージョンレンズになってくれ。もうわからねえけど。もう、それが、鏡でしょ。ね。いや、あなたこそロングライフバッテリーだと。俺はわかったよ。なんで今までビクターの犬が首をかしげてるのか。なんでこのサービスセンターこんなにいい人なんだろうっていう風にあいつかしげ続けてきたわけですよ。ずっと蓄音機の頃から。おい、それがすごい、ね、鏡なわけですよ。思い出したサービスセンターって言えば、ちょっと待って、おすかね、こっち側の方は褒めてないから、某、大電気メーカーの野郎、地球サービスセンターの、くそ、父上。俺ね、古いさ、この呼び方定着してるけれども、この呼び方で呼んじゃうとあの会社とかになっちゃうから、この呼び方はダメで、小型ビデオカメラね。すっげー冷静。すっげー冷静だからね。アクアラングは日本アクアラング社の登録商標だから、それと同じ感覚でね、ね、まあ、小型カメラ作ってる会社があって、そこのサービスセンターにね、あのね、あの名称すっげえ出んな、やっぱり、その小型カメラが、なんかね、俺がずっとそのビデオカメラを使ってたら、なんか、エラーが出るような、なんか、カセット入れるじゃん。そうすると、うわぁ、気持ち悪い、みたいな、わかんないけど、普通だとカセット入れたら、録画
スタンバイボタンみたいなのを押すと録画とかなるじゃないですか。カセット入れて、その録画ボタンを押すと、うわぁ、気持ち悪いお前入れてんじゃねえよ、このテビチテレ、みたいな。どん底を煮しめたものが触ったテープで、俺まで油汁になっちゃうよ、みたいな感じで出してくるわけですよ、こいつが。んで、まあまあ、それで出してくるけど、俺はビデオカメラを買い替える、もう一台買おうとは思わないから、買ったばっかだからね。で、思わないから、直しに出そうと思って、サービスセンターに電話したわけですよ。これこういうことになってますと、入れたらこういうエラーが出るんですけど、つったら、まあ一番最初に、カセットの爪の方は折れてませんかみたいなこと言うわけですよ。なんかカセットの爪の方確認してみて、見てください。こっちとらお前、エジソンだぞ、バカ野郎、みたいなこと、こっちに言わせれば。ね、エジソン舐めんな、みたいなこと思いますけど、これはまあ基本だからいいですよね。いわゆる故障かなと思ったらでしょ。ねえ、ねえ、かかったかなと思ったらでしょ。ねえ、あの野郎、昼間いつもいいんだけど、泥棒なんじゃねえかと思ったらでしょ。それ、それでしょ、それでしょ、それだから、それは別に怒りませんよ。怒りませんけど、でもどうやらこうやらで、それは全然確認してるんですけど、こうなんですよって、今まで全然取れてたのに、こういうふうになっちゃってるんですよ、なんつったら、そうですか、みたいな、むにゅむにゅみたいになってるわけでしょ、こいつが。で、じゃあ、すぐに、もうすごい急いで、取らなきゃならないこともあるんで、急いでもうサービスセンター持ってきますから、なんつって持ってったわけです。持ってったら、なんかその、直すから、つって引き取ったわけですよ。で、上がってきたら、なんかね、直す代が3万5千円かかるって言われたわけですよ。ただ今、その機種を中古で買っても、7万円ぐらいはするんですよ。6、7万はするから、だったら急いでるし、しょうがねえと思う。3万5千直して戻ってきました。上でいて、なんか、またよくわかんねえのがさ、ヘッドが汚れてましたって、ヘッドが壊れてましたからとかで部品交換してくれるんだけどさ、壊れてる方のヘッドくれんのよくわかんねえな。あれ何に使えばいいんだかわかんねえんだけど、部品くれて、で、戻してきて、で、したら、1日やったら動いたわけ。動いたら、動いて、で、次の野球持ってこうかと思って言ったら、またこの間や、うちの親方の前だから一気に飲んだけど、嫌なんだって、マジで、みたいな。ペッて出しやがるわけですよ。ほんで、考えらんないやんか。一日動かすの3万5千円みたいな、すごい。お前日給3万5千円は高くねえかっていうことでしょ、それ自体。ほんで、もう、あったまきて、また電話かけて、いや、今もう、いただいて、昨日いただいて帰ったんですけど、みたいな話して、いただいて帰ったんですけど、また同じとこが壊れてんですよ、って言ったら、あ、そうですか、とかつって、じゃあこちらで見ます、みたいなこと言うわけですよ。ね、こちらで見ます、って言って、でいて、また、こちらで見ます、しか言わないです。お前さ、ごめんなさいわ。こっちは、こっちにしてみれば、あのな、子供の運動会は、やり直せないんだって。こっち側は、お前さんに頼ん、急いで直してっつって、急いで直して持ってきて、帰ってきて、取ったら、はい、動きました。で、いざ子供が、入場門とかに入るところから取ろうと思うわけですよね。そら、足は速くね、俺に似て速かねえけども、だけども、やっぱりその頑張った証拠を親として収めてやりたいから、朝から校門の前に並んでさ、それで子供たちに手振るところとか取ってさ、で、その応援とかいろんなとこ取った後にさ、よーい、ドンってとか、で、やられた気持ち、仮に俺がやられたらどうすんのかってことですよ、僕に言わせれば。もうまた、もう、じゃあまたお預かりしますぐらいのことなんですよ。またお預かりします攻撃ですよ。なんか、また、なんだよ、それと。俺にしてみれば、そこにごめんなさいがないってことは、ははー。まあ、親にしてこの子ありだなと。ね、誰だ親も子供もわかんねえ。誰の子で誰の親かわかんねえけども、そりゃねえよってことですよ。ねえ、あれでいいんですか？じゃあもう、もう、ビクターになれ、お前は。お前はビクターになれ。もうあの本屋もビクターになれ。お前らはわかんねえけど、ビクター系列になって、ちょっと一回やり直してこい。あ、もう一個あった、褒める方あった。それ、こう、けなすのばっかりだと、お前クレーマーかみたいな話になるじゃないですか。そんなことだ、ビル登っちゃう上からすげえ。ビル登っちゃう上から植木鉢バン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 落としたら、デレン、デレン、ゴリラ、ゴリラ。ここの横のところでコマンドを入れるとゴリラがバラバラになるみたいなことになっちゃいますから、俺はクレーマーじゃねえってことをはっきりさせるために、いい方もありました。アダプテックジャパンのサービスセンター。あのね、アダプテックじゃ、俺なんでサービスセンターばっか電話してんだって違うね。今、ビデオ編集をしたいから、ビデオ編集のために必要なものとかを、
今家にずっと置いてあったやつを直してただけであって、別に癒されたいんじゃないし、クレーマーではないですよ、別にね。もう、まあね、離婚しても父と子供の絆は繋がっていた、なんていうのは、何からのクレーマーかが分かるとなると30代。アダプテックジャパンですよ。アダプテックジャパンの、で、ハードディスクをつなげるための、こう、部品を買ったわけですよ。したら、これは、俺がどうも、俺が、多少アホなせいもあって、なかなかこれが認識しないと。なんかこう、コンピューターにつなげても、なんかコンピューターの方が、すまない、ちょいいんですよね、みたいな。同じ壊れ方でも、あっちと全然キャラ付けが違ってるよ。機械のキャラ付けが、ほら、対応悪くて怒ってると、機械の方も絶対あいつの家族だからダメに決まってると思うけど、アダプテックジャパンの方は、すまない、なんか本当俺ちゃんとやればよかったんですけど、なんかいまいち飲み込めないとかって、ほんと申し訳ないです、みたいになって動かないんですよ、こっちの方は。あっちの方の機械だ。中卒だみたいな、そういう感じですけど、こっちの方は、いや、でもやっぱり、なんていうんですかね、僕らほんとデリケートで、まだ融通が効かないんで、ほんと人動かないんですけども、よかったサービスセンターお願いしてもらえないかねみたいな感じで機械が言ってくるから、その電話かけたら、このカスタマーサポートみたいな人が出て、その人に今、すげえ漠然として申し訳ないんですけれども、こういう風なメッセージが出て、認識しくれないんですよ、とかって言ったら、その人がね、これこれこういう風に、こういう部品がもしついたら、つなぎ替えてとか教えてください、つなぎ替えてくださいねみたいな話をした後に、ただそれでどうしても治らなかった場合、本当にお手数なんですけれども、もう一回こちらの方に電話いただきます、私なんとかでございますみたいなのもちゃんとやるわけですよ。それでそうやっても治らなかったから、次行ったら、またこういうのとこういうのの方法もあるんですけれども、もうすいません、2度でも3度でもでみたいな感じのことを言うわけですよ、この人が。で最終的にはもう何やっても治んねえみたいな状況になってたんだけれども、もうね、カスタマーセンターの人ね、なんか一緒に悩んでんの俺と、すっごい一体感あった、すっごい一体感あった、もうそうですかーみたいになってるわけですよ。それか、その可能性がないとなると、そうですね、あとはこういうことになるんですけれどもみたいなのを一緒に悩んでるから、いいってマジで結婚してくれと、もうそっちの機械の方はいいから、もう俺とお前結婚して、ちょっと男だけど、お前男だけど、じゃあ俺いいよ、もう話を取って、もうなんか工夫で素敵なものを作るよみたいな話。